本当なんですか、カトリーヌさん。本当にあなたが兄さんを。ああ、そうだ。これから石膏に出るってやつにする話じゃなかったかな。いえ、僕が尋ねた話ですから。私は自分の信じる者のためにあいつを死なせることを選んだんだ。どうしても許せないなら向かってこい。あんたを受け止めてやる覚悟ならある。きっと僕にはあなたを責める資格なんてないんだと思います。信じる者のために大事な人を裏切って死に追いやったのは僕も同じですから。そうか。だったら私は何も言わん。行くんだ。任務に私情は挟むなよ。分かっています。遅かったな。今都合のつくやつはこれで全部か。悪い知らせだ。帝国が兵を動かしたらしい。先行したアッシュの部隊が包囲されてる。帝国軍が？参ったな。俺たちの動きが漏れてたってことか。多分な。アッシュがドジを踏んだか、あるいは患者でも潜んでたんだろう。だが偵察部隊を潰すだけにしてはちょっと敵の数が多い気もするんだよな。それで話してたんだ。本隊を牽制する他にも狙いがあるんじゃないかってな。敵の狙いはアッシュじゃないのか。あいつを襲う理由はわからないが、今の状況からはそうとしか考えられないだろう。ああ、そういうこった。敵部隊の中にはガスパール家の旗を掲げている連中の姿もあったらしい。ガスパール家は確かアッシュの実家、ロナートの家だったよな。ああ、今は当主のロナートが死んで事実上取り潰されたような状態だがな。ガスパール家の残党の中にアッシュを恨んでる連中がいても不思議じゃない。清廉潔白で高潔な騎士様も別の立場から見れば憎むべき大悪党ってことさ。ユーリス、敵の陣容についての詳細は不明だが、おそらく名のある将はいないだろう。作戦は単純。俺たち三人でアッシュを回収し、迅速に戦場を離れる。それだけだ。私は騎士団の奴らに用意を整えるよう指示してくる。あんたらも出撃の用意を進めてな。ちんたらしてる暇はないぞ。ガスパール家の残党か。アッシュは戦いにくいだろうな。誰かに憎まれる覚悟がないなら人殺しの家業なんてやめちまえって話さ。生きてりゃ互いの利害がぶつかることの一度や二度あって当然だしよ。ま、アッシュは心配だが、自分から命を投げ打つようなバカはやらないだろう。ギフを殺してまで貫いた正義が簡単に由来島とは思えねえしな。信頼してるんだな。俺様は近しい生まれのやつにはついつい肩入れしちまう性格なのさ。さて、退路も確保しておきたいが、先に足のやつを迎えに行かねえとな。この状況じゃあいつも戦いにくいだろう。私たちで包囲を解いてやるぞ。作戦開始といきますか。解くとご老じろってな。それじゃ動くとするか。
私の出番のようだね。ロナート様も命を落とさなかっただろう。見知った顔ばかりだ。ロナート様を裏切った僕を恨んでいるんだろうか。あなた、投石、みんな、身を守ってください。けるやつだな、アッシュ。あいつが大事にしてたのも頷ける。アッシュ、あんたは無事に連れて帰る。まだ死ぬんじゃないぞ。これが妖精だ。その身に刻んどけ。カトリーヌさんの声。僕は何をやっているんだろう。邪魔だ。俺の出番か。見とれてんじゃねえぞ。邪魔づけ。これで投石は止まっただろう。早くアッシュを助けに行くぞ。待ってね。アッシュ、さっさと撤退しよう。みんな来てくれてありがとう。足を引っ張っちゃってごめんね。うっと、やりますよ。ちっ、こっちは通さねえってか。ここは敵の誘導に従うしかなさそうだ。だってでもやられるだけだよ。罠に飛び込んで壊してやればいいんだ。最善を尽くすんだ。協力すればきっと勝てる。起き上がれ。あの時、もしも僕が共に戦っていたら、ロヤートさんは死なずに済んだのかな。これはまた予想通りの展開だ。とっとと敵をぶっ倒して進むぞ。どき上がれ。
ま、今は成長を喜んでおくか。恩知らずの貧民め、ロナート様も貴様を恨んでいるだろうよ。まだよ。一緒に死んでやるのは恩返しなのか。自分の人生は自分のもんだろうが。アッシュ、お前は正義を成したんだろ。その信念を後になって曲げるんじゃない。正義。そうだ。僕の正義は。貴様。ごめんなさい。でも僕は僕の正義に基づく行いをしたつもりはありません。どけ。よし、進むぞ。ここは任せて。と言いたいが。こっちは通れなさそうだ。別を当たるぞ。こっちもこっちで敵が多いな。ここを突っ切らなきゃならないのか。他に道がないなら行くしかないだろ。アッシュ、ちゃんとついてこいよ。ユリス、お前に借りは作りたくねえが。今さら何言ってるのさ。これなら。はい。せいや、やや、てい、それ、えい。これも暗いな。ロナート様ならきっと僕に自分の正義を貫けとおっしゃるはずだ。アッシュ、君の出番だユリス。面倒だが仕方ねえか。ひざまずけ。やっとやる気を出しやがったな。ああ、俺様には遠くを呼ばねえが、いい顔になった。ここは任せて。しまった。この働きはさすがに報酬外だな。気を抜きすぎるな。あたしらを罠にはめた指揮官がまだ残ってるはずさ。おや、どうやらガスパール寮の方々は失敗してしまったようですね。ガスパール家の財布を焚きつけたのはあいつだな。ぶっ飛ばしてやる。よっ。おや、私はしがない少年だというのに困ったものですね。
あなたがかの有名が使われていれば金になりそうですね。木っ端商人が誰の口を聞いていやがる。王様を捕らえようなんて千年早いぜ。せっかく武器まで売って差し上げたのに、彼らと来たら役に立ちませんでしたね。負けるわけにはいかないんだ。少しは目標に近づけたかな。ああしてアッシュの活躍を見てるとなんだかあいつを思い出しちゃうな。ガスパール家の人たちもきっと利用されただけなんだ。頼んだよユーリス。お前に借りは作りたくねえが、今さら何言ってるのさ。これな。やはりそううまくはいきませんでしたね。終わったな。帰ろうぜアッシュ。うん、ありがとうみんな。私にだって伸び悩む時期はあるさ。これだけやれば文句もねえだろ。また一つ力を得たが、これからだ。よし、いい感じだね。こんな才能があったとは嬉しいね。ここまで引けばもう安全だろう。散々な目にあったな。まったくだ、あの木っ端商人、ガスパール家の残党を焚きつけやがって。はあ、もらってる報酬以上に働いちまった。あとでディミトリのやつに請求しとかねえとな。ユーリス、あまり陛下を困らせないでよ。なんだよ、ちょっと吹っ切れたからって騎士みたいなこと言いやがって。あ、いや、これでも一応騎士だからね。ガスパール家の人たちと戦った時は騎士になんて向いてないとも思ったけど、毎日毎日これだけ人を殺してるんだ。お前も誰かの恨みを買って当たり前だろ。うん、改めて思い知ったよ。だけど僕はもう迷わないことにする。昔ロナート様に言われたんだ、お前はお前の正義を貫けって。だから僕は僕が信じる正義を、自分で選んだ道を振り向かずに進むよ。お前らしくていいと思うぞ。俺は応援する。頑張れよアッシュ。ありがとう。それからそのカトリーヌさんもどうもありがとうございました。気にすんなって、窮地の味方を助けるのは当然のことだ。それにあんたを死なせちまったらクリストフのやつにも申し訳が立たないしな。その今更で悪いんだが、カトリーヌとロナートはどういう関係だったんだ。私はな、あいつの息子、つまりはアッシュの義理の兄貴を死なせたのさ。それに対してロナートは私に言われのない罪を着せ、私は故郷に戻れなくなったけど、ある意味感謝もしてるよ。それがレア様の元に行く機会になったんだ。
あんたのレア様好きは本物ですよね。そこまで行くと俺も尊敬しちまうっつうか。私じゃなくてレア様を尊敬してくれよ。本当に素晴らしいお方なんだ。いろいろな事情が絡み合ってそうだな。そりゃあるさ。過去は消せないんだ。どんな奴だって同じ。あんたもアッシュもユーリスも互いにいろいろな事情を抱えてる。さて、それじゃあそろそろ帰ろうか。みんなが帰りを待ってるだろうから。ああ、早く帰って報告を済ませよう。この後は王国の方でガスパール家の処遇も決めなきゃならないだろうしね。そうですね。ガスパール領の人たちが少しでも平和に暮らしていけるように。僕も自分にできることを精一杯頑張っていこうと思います。頑張るのはほどほどにしておいてくれよ。お前が頑張るといろいろ面倒くさい。何を言ってるのさユーリス。大体君はいつもどうしたんだカトリーヌ。いや別に、少しばかり昔の私とあいつを思い出しただけだ。